大野靴古墳は、熊本県八代郡氷川町大野にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡及び、熊本県指定史跡に指定されている。熊本県では、最大規模の古墳で、6世紀中央後半頃の築造と推定される。国内最大の高さを測る巨石の横穴式石室が知られる。熊本県中央部、大野原台地上に築造された。 大型前方後円墳である。一帯は多くの古墳の映像地として知られ、南方では、のつ古墳群が分布する。2003から2008年度に測量調査及び発掘調査が実施されている。墳形は前方部前端が突出する、顕微子型の前方後円形で前方部を南方に向ける。墳球は2眼蓄成。墳球長は122.8メートルを測り、 熊本県では最大規模になる。墳球周囲には縦型集合が巡らされ、幅は公園部側で約12メートルを測る。前方部前面では集合の代わりに土工が並ぶという珍しい様式を取る。主体部の埋葬施設は、副室の両袖式横穴式石室で内部に家型石棺1基、カバネ床2基を有し、南西方に開口する。 この石室は高さ6.5メートルを測り、高さの点では国内最大規模になる。石室内部の発掘調査は実施されておらず、副総品は明らかでないが、出土品としては、前述の集合土高から、杉木や白木系の糖質土器が、粉球から、傘型石製標色が検出されている。この大の靴古墳は、石室の特徴や出土品より、 古墳時代後期の6世紀中央後半頃の築造と推定される。同時期の九州地方では岩と山古墳に次ぐ規模になる。なお、氷川町内では大野口古墳に先立つ6世紀前半頃の古墳群として野津古墳群も知られ、大野口古墳及び野津古墳群の被葬者に関しては、日後地方を拠点にした有力豪族の家墳一族と推定する説がある。 古墳域は1985年に熊本県指定史跡に指定され、2013年には国の史跡に指定されている。2016年には地震により、石室の石材の一部が崩れる被害が生じている。古墳の規模は次の通り。石室開口部主体部の埋葬施設としては、麻生溶決業海岸製の霧石からなる複室の両袖式横穴式石室が使用されている。 この石室の規模は次の通り。石室は、熊本県では、最大規模になり、ひいては、九州地方においても宮城だ岳古墳と並び、最大級の規模になる。特に原室の天井港に限ると、国内最大規模になると見られている。石材には2メートル四方を超える巨石が使用され、一部には、石色岩料の痕跡も認められる。 原質奥には同じく業界岩性のくり抜き、敷地型石管が据えられている。この石管は、長さ2.240メートル、幅1.30メートル、高さ0.87メートルを測り、上山古墳の石管に匹敵する規模になる。石管の上部には幅1.9メートルの石棚が設けられているほか、原門寄り部分では、業界岩性のカバネ床が左右に一木ずつの計二木。 設けられている。これら石室内部の発掘調査は実施されておらず、副葬品等の詳細は明らかでない。なお、沿道の壁面には、後生の冥王六年に阿弥陀如来を祀った胸の告示が残されている。ありがとうございます。